お待たせいたしました。あ、綺麗な子。よく、この子がさっき言ってた自称婚約者？亮様、こちらの正直な方は？ちょっと、亮君。私にとっても未来の親戚ですわね。はじめまして。私、亮様の許嫁で増田静香と申します。以後、よろしくお見知りおきください。まして、目のゆりかです。それから自称ではございませんので、そのようにお考えくださいね。あ、亮様、お掃除終わりましたわ。お二人のお部屋は触られたくないものもおありでしょうから、簡単に掃除機をかけた程度ですけれども、流しも洗面台もお風呂もピカピカですわよ。それだけですの？もっと、よくやったな静香、それでこそ俺の許嫁だとか、見た目だけじゃないんだな、見直したぞとか。ああ、言葉にするのが苦手でらしたら、態度で示してくださっても結構ですわよ。困りました。お客様、こちらへどうぞ。亮様、ひどい。せめてツッコミぐらい入れてくださってもいいのに。なんかすごい子だね。でも、可愛い婚約者でよかったじゃない。うん、まあ、それは先走りすぎだけど、りょうくん、彼女いなかったよね。付き合ってみたら？そうかな。あかねちゃんのおかげで審査基準が厳しいのはわかるけど、あの子なら十分合格圏内じゃない？
それはよくわかってる。身近に実例がいるから。無理してるような感じがするの。これは私の想像だけど、もしかしてあの子も困ってるんじゃない？例えば、お？あの子も本当は協力なんかしたくない、だけど脅されて仕方なく、とか。でも、このくらいのこと、春樹さんが気づかないわけはないと思うんだけど。春樹さんは、なんて？もう、春樹さんは、言うにこと書いてなんてことを。そんなことしちゃダメだからね。うん、その方がいいよ。もしかしたらひょうたんからコマってこともあるかもしれないし。出かけるの。なんか気を使われちゃってるみたい。もう
りょうくんまでそんな顔するの？お願い、普通にしてて。その方が気が紛れるから。ごめんごめん。バイト頑張ってね。うん、久々に投資。あ、そうだ、あの子と二人できたらケーキセットくらいおごってあげるよ。待ってるからね。恋がたき出現ですかしら。おう、びっくりしました。ええ、私もそろそろおいとましようかと思いまして。王様のお部屋にですけどね。そこまであからさまにがっかりしなくても。そんなことありませんわ。一生懸命働いてるお姿が凛々しくて素敵で、時間を忘れて見とれてしまいました。あら、受けませんでした？それで俺を見つめていたのか。ふふ、かわいいやつって好感度が上がるかと思ったんですけど。ところで、食べ物の好き嫌いはありますか？夕食は私が用意いたします。お仕事が終わったら寄り道せずにまっすぐ帰ってらしてくださいね。春樹様のお許しはいただいてます。やっぱり心を開いていただくには絵付けが一番だろうということで意見が一致しまして。楽しみにしててくださいね。はい。えへ。特別な話はしてないよ。夜も遅かったし。あ、何も。明日の予定はとか、普段朝ごはんはどうしてるのかとか聞かれただけ。あと、謝ってた。
せしてごめんなさいって。兄さん、そこまで言わなくても。じゃないかな。でも本当に玄関で寝ようとしたんだよ。そうみたい。寒いから私の部屋で寝たらって言ったんだけど断ったもん。これ以上迷惑はかけられないって。頑固な人なのかな。だとしたらちょっと兄さんに似てるよね。はーい、そういうことにしときます。あ、うん、いくら無理やり押しかけてきたお客さんだからって本当に玄関に寝かせるわけにはいかないでしょ。だから春兄さんの真似したの。そんなところで寝て投資でもされたらもっと迷惑だ。私も賛成。カレーライスだね。ただいま。できてますよ。それともお風呂が先ですか？はい、わかりました。いただきます。どうぞたくさん食べてくださいね。わからなかったのでなるべく標準的な辛さにしてみたんですけど。あ、とっても美味しい。ねえ兄さん、兄さんったら素直に褒めればいいのに。いいんですよ。見直しました？じゃあ、いいなずけとして認めてくださいます？ああ、
ことで実力は確かめられませんよね。じゃあ明日はもっと美味しいもの作ります。明日だけじゃありませんよ。死が二人を分かつまでです。はい、いただきます。ですか？こんなことって？見ず知らずじゃありませんわ。覚えてらっしゃいませんの？私たち前世で恋人同士だったんですのよ。ねえ増田さん、周りの人がなんて言ってるか知らないけど、増田さん自身はどうなの？本当に兄さんと結婚したいの？もちろんですわ。あのね、もしもだよ。もしも増田さんが自分の意思じゃなくて誰かに強制されてここに来たんだったら、私たち協力するけど。茜さん、本当にお優しいんですのね。でもご心配なく、私嫌だったら嫌って申し上げますわ。ごめん、おせっかいだったかな。いいえ、お心遣いありがとうございます。ううん、そんな。それより茜さん、お願いがあるんですけれど。お願い？どんなこと？私のことは名前で呼んでいただけませんか？うん、いいけど。同い年なんですし、それに私いずれ増田ではなく水原になるのですから。そうだね。あ、ごめん兄さん。あ、考えてみれば茜さんではなくお姉様とお呼びするべきですわね。いいよいいよ。
それこそ同い年なんだし、茜でいいよ。わかりました。ではこれまで通りに。りょう様、そろそろ起きてください。はあ、仕方ありませんわね。では目覚めのキッスを。ダメおはようございます、りょう様。すると申しておりますでしょ。それより涼様、茜さんたらひどいんですよ。いきなり私を背後から突き飛ばしたんです。だっていきなり兄さんにキスしようとするから。言い名付けなんですもの、キスくらいしますわ。兄さんは認めてないじゃない。まあひどい。私はただ愛情を表現しようとしただけですのに。はあ、これが小獣との嫁いびりなのですね。いいえ、私負けませんわ。この試練に耐え、茜さんともより良い関係を築いてみせます。
様、せめてツッコミを入れてくださらないと寂しいですわ。ご不満は私が作ったことだけですか？気にしないでください。あの程度の当てこすり根に持ってませんから。それで今日のご予定は？出かける予定なの。しずかちゃんも一緒に行こう。ありがとうございます。でも今日は用事がありますから。はい、王様を陥れるための悪巧みなど少々冗談ですよ。本当に用事があるんです。お二人で楽しんでらしてください。でもなんだか焼けちゃいますね。いいよね、だけで通じてしまうんですもの。仲がよろしいんですのね。まるで恋人同士みたいですわ。